今回はウェイレスト下水道2のベテランです。ヘリンゲールを見つけられるかもしれない。デイリーできたので一応タンク視点のものをアップしてみようかなと。割とすんなり終わったので、雑魚戦はそのまま残してます。それぞれのボス戦はこちら、概要欄にも記載してるので、必要あれば飛んでください。雑魚戦で注意することはないかな。今回はよく鎖で引っ張ってたかな。ヤヒフ、まだ生きているぞ。なんだって、一般人がここで一体何をしてるんだ。薬漬けにされたんだ。町からさらわれたんじゃないか。そうだな。お前はここに残って彼らを助けてやってくれ。私は仲間を連れてペリンゲールを探しに行く。何が起こってるんですか。待て、マスターペリンゲール。生きて出れると思わないことね。このボスは少しギミックがあります。タンクはこの辺でマルベスを固定、下に範囲を2つずつ出すのでそれを避けて攻撃します。今味方がビームで拘束されました。解除へ向かいますね。あれは左右の祭壇を解除しないと死にます。足元にだんだん広がってますが、消えないわけじゃないので、なんとなくスペースはある感じ。助けてー。あれ？胸にビームを受けてしまってな。
あれ魂の強奪なのか。ダメージでかすぎだろう。解除しないと今のようになりますね。何気に今の技で死んだの初めてだ。今回は死にましたが、あの高速で死ぬのは珍しいぐらい。初見だとあるかな。足元と高速に注意ですね。向こうの通路の先にもボスがいます。戦わないことも多い。ここのボスの強撃は痛いんだよな。ウールガルグはまず広範囲に炎を撒きます。その際、恐怖の状態異常にするのですぐに打破。炎に紛れて剣を振りかぶってたりするので、奴の動きを見逃さないようにしましょう。この振り回しは問題ない。今の一撃をもらって倒れることが過去にあったね。定期的に打破するので、その分のスタミナを注意しないと、あれをもらって倒れることはある。装備集めかな。向こうのボスも倒すようだ。宝箱ないな。
ウェイレスト1ではネズミ使いがいた場所。なぜか巨大な骸骨に。特に何のギミックもない、と思う。チェストもなし。おお、これ読んでなかった。一体何が起こってるんだ。私の子たちからお望みのものは奪ったはずだ。その代わりに望みを聞いてくれると言ったな。何でもいいからあいつらを近づけるな。奴らが来たぞガロ、一人もここを通すな。分かったか。リッチめ、もう一度死ぬ覚悟はできてるのか。死に損ない目。このボスも弱いです。周囲にレイスが湧いた。放っておくと危ない。この攻撃は体力がかなり持ってかれる。自己ヒールした方がいいですね。今回は鎖で集めてますが、挑発だけして攻撃陣に倒してもらったり、レースを処理してると問題ないボスです。しかしゾンビ多いな。何ハザードなんだ。中ボスかな。恐怖状態にしてくるくらい。
増えるわね。ジャンピングチェーン。ジャンピング。あ、あかんわ。手前のゾンビに当たる。ボス戦あるし、チャージしとこう。最後のボスですね。ボスは2人いますが問題ないです。ハードの条件がボス戦闘中にゾンビを15体倒すこと。お父さんだぞ。愛している。話をさせてくれ。大丈夫だ。彼らは君を助けに来ているだけだ。ゾンビは向こうにいます。準備はいいのか。では行こう。あのゾンビはボスと戦闘が始まってないと倒しても意味がないと思う。多分近接系のボスと遠隔系のボスがいます。タンクは両方挑発します。シールドが貼られると硬くなるので貼ってない方を攻撃します。定期的に雑魚を召喚してきますがさほど強くない。2のラスボスは簡単な方かも。むしろベテラン1の方が攻撃がきつい気がします。
様。死んだ、クソ野郎。ヤヒは死んだ。お前を殺しちゃいけない理由を言ってみろ。したいようにしろ。生きてる意味などない。そこをどけ。十分じゃない。私たちはペリンゲールが危ないと思ってた。お前が私と同じ考え方でよかった。この男と前は裁判にかける選択だったので、別の海よ。二度と起こってはならない。ペリンゲールの一族は今日で終わりだ。お前と私だけになった。望んだのとは違う結末だが、物事の終わりとはこんなものなのかもしれないな。私たちにとって。もしもお前のアンデッドの子供たちが、町の半分を埋葬してしまう前にそれに気づけていたならな。うぬもれずに永久に忠告できていたなら、お前にとってはあまり意味のないことだろう。前に進もう。季節の主アーケイよ、私の子供たちが犯した罪を許したまえ。そして彼らがこの世界から去ることを拒んだ私の罪を許したまえ。もう終わりだ。手遅れだ。もう終わった。こうなるのか。彼が間違った動きや間違った一歩を踏んだら、彼を終わりにしてやる。誓おう。久しぶりにウェイレストに来ましたが、ラスボスの難しさがわからないぐらいになってたな。全体のレベルが高かったからかもしれない。ベテランに挑んでいた初期の頃は、ゾンビを途中で倒そうとして全滅なんてこともあったかな。それではまた。宝箱なかったな。